It's real fantasy and dream。 何喋ろうとしてんすかあんたら。は、私ったらつい。何何？どうしたの？キャー！携帯小説来た！待てこら、誤解だ。夏目が作った浴室用の簡易式が誤作動して、それをハルトラが捕まえたところを人に見られたのか。なるほど、この距離感と視線の理由は分かった。ああ、こっち上級だ。いつの間に起きたんだろう。手加減はしないぞ、モモ。そんなに激しく攻められたら、ダメ、ダメ。リト、あんたのこと見損なった。お、おはよう、ミカン。おはようございます。ゲーム？いや、セリーヌにゲームやってくれって起こされてさ。何か違うこと想像してました？え？いやですわ、ミカンさん。私はリトさんとお姉様の恋を応援する立場ですよ。心配することなんてありませんよ。怪しい。ならいいけど、寝ぼけてリトの布団に潜り込む癖直してよね。はーい。お待たせ。誰だこの美少年は。おう、じゃあ行くか。うん。というわけでこいつと回るから、すまんな、ハスキー。通りでハスキーになびかないわけだぞ。まさか犬塚にそっちの趣味が。ただいまー。ハルキ、弥生人さん。バカ、違う。いつだ。弥生、違う。犠牲でしょ。今で限界。ただいまー。おかえり弥生。どうだったよテストは。頑張ったもんな。少しはいい点に。おいおい、一緒に頑張った仲じゃねえか。見せろって。だ、違うんだ姉貴。弥生のテストの結果を見ようとした。仲良くしなさいと言い過ぎた。私のせい。こっち向いてください。これは罪です。で、だからさっきから言ってるじゃないですか、これは不幸な事故だって。女王。そうそう、女王様、すっごく偉い人。わかりました。あなた SM の人ですね。わっ、ビシビシするのだ。やっぱり間違いありません。マッチ号取るわボケ。とにかく師匠を叩くのをやめてください。堀江、ストレートに言う。いや、堀江が傷つく。遠回しに言う。こっちだな。寒気しない？下半身とか。なんで？ほら足出してるし、下半身気にならないのかなって。は？行かせない。ここにいてもらう。いた。縛るの、そのシャツで。私は太ももを触るだけじゃなくて、やられる、縛られて、全部見られてしまう。なんですかこれは。パンツ見えてたよ。本当はある、狙ってること。何？小テストで前よりいい点取れたら。終わった後のおねだりか。相手の言うこと何でも一つ聞く。何でも。やだ、絆のエッチ。でもヘタレキジマはそうやってもすぐ。ねえ、うまくできた？どう？どう？ねえ。まあまあかな。チェー。
これも可愛い。いいな、これにしようかな。なんかすごいこと考えてる。木島くんは何？俺、堀江にまたお弁当作ってもらいたい。何それ。ところでお前、この後まだ時間があるか。服を脱げ。な、ユリス、何をそんなにうろたえている。いいからさっさと脱ぐ。何を考えている。そうではなくて、破けた服を脱ってやると言っているのだ。脱ぐってユリス、裁縫ができるの？やば。間違いない、やつだ。先輩、ハドトラ先輩すぐに来ませんか。あたしのファーストキスの相手です。動けない俺にあいつの方が強引にしてきたんだ。強引？誤解だ。あの女子に気などないよ。そんな気はない。俺は結構天然クセっ気女子って好きだぜ。そうなんですか。もしかしてアグリさん何か勘違いしてるんじゃ。だからよ、せっかくできたゲーマー仲間同士、もう少し仲良くやろうや。努力します。確かにこの光景は上原くんが他の女性に言い寄っているという構図に見えなくもない。あ、アグリさん、あれ、ってのがお前の名前か。あ、はい、そうですけど。ところでお前のそのハンドルネームってなんでツッチんの？ネトゲの場合は自分とちょっと違う名前にしたくてさ。母親の旧姓が土山だからツッチ。他には山さんとかも使うよ。普通すぎてつまんね。ほっといてよ。上原さん。ああ、悪い。やっぱり上原さんは天童さんのことを。あ、まあ元気出せよ星の森。俺から言わせりゃお前だって十分いい女だぜ。天道にだって負けてねえよ。はあ、どうもです。って完全にクロだ。最初の方よく聞こえなかったけど、天道さん最高にいい女発言からの流れるように頭ポンポンって、ちょっと手に負えなさすぎるよ上原くん。予定に大きな候補理由まさかの復活の呪文。浮気の証拠すぎるでしょ。なんか覚えのある叫びのテンション。大丈夫ですよ、上原くんなんて私にとっては天野くんにまとりつく虫みたいなもんですから。です上原さんに好かれて光栄と思える時代は当に過ぎ去りましたよ。二人ともフォローありがとう。しかしなぜだろう、俺は今若干傷ついている。浮気男は黙っててください。ふーちゃんは？アグリ、なんか勝手にテンパっちゃって。いえいえ、アグリさんは悪くないですよ。ですです。おい、なんだその他に諸悪の根源がいるみたいな言い草は。あ、そういや天の地呼び出しちゃったんだった。上原くんと決別して死ぬほど落ち込んでたんじゃ。あ、そのなんていうか。まさかとは思いますが。勘違いでした。ヘペロ、勉強に集中しないと。リト、お疲れ。コーヒー持ってきた。勉強が引き続き頑張ってね。何の勉強だか知らないけど。